写真拡大。 DeNA 阪神28日横浜スタジアム。前日27日に広島が中日に敗れ、自力 CS 進出の可能性が復活。しかし残り3戦全勝することが条件となる。奇跡の逆転 CS 出場へ負けられない大一番を迎える猛虎。まずは敵地横浜での2戦を総力戦で戦い、ただしが日でも白星をつかみ取りたいところだ。その大事なマウンドの先発を託されたのは西。ここまで9勝8敗で2年連続の2桁勝利に王手をかけている。投球回もキャリアハイの167回と13に達した。残り2試合、たくさん中継ぎをつぎ込めるような展開を作れればと登板前に話していた右腕。最低限の目標とする170イニング到達とブルペン陣の負担軽減を目指し、チームに勝機を呼び込みたい。打線は主砲マルテが欠場を余儀なくされ、大山が4番一塁で先発出場。また北条が2番三塁、6番右翼に中谷が名を連ねた。相手先発は今永。試合開始は午後2時の予定。スタメンは以下の通り。阪神1番中堅近本、2番三塁北条、3番左翼福留、4番一塁大山、5番二塁糸原、6番右翼中谷、7番遊撃木浪、8番捕手9番投手西。 DeNA 1番中堅梶谷、2番遊撃大和、3番